ネパールカトマンズタメルのインニアンレストランのダルバートダルバートは、ネパールの代表的な家庭料理で、ダルとバートの合成語であり、それに、カレー味の野菜などのおかず、漬物の2つを加えた4つがセットになった食事を言う。ネパールでは、毎日食べられている、日本でいう定食にあたるものである、ダンプスのホテル、ムーンライトのダルバート。日本で言えば、味噌汁、ご飯。 服食の組み合わせにあたるもので、ネパールで普通、料理といえば、ダルバートを刺す。ネパール料理は一般に、ターメリック、クミン、コリアンダーなど各種スパイスを使ったカレー味が、基本である。インドほど唐辛子は使わないので、ややマイルドであっさりしている。特にダルは、マイルドであり、辛い料理との相性がいい。ダルは、小粒の豆を使ったスープ、サラッとしており、 米飯にかけて指先で混ぜ込んで食べるのが普通である。ネパールは300種類にも及ぶ豆を料理に使うため、ダルが食事の主役と言っても過言ではない。レンズ豆、木豆、黒豆、緑豆、ケ削ル小豆などがよく食べられる。バートはライスを意味する。バスマティと呼ばれるインディカ米であり、細長くパサパサしている。ネパールでは白米以外の主食としてディロやローティも食べられる。 タルカリはおかずである。炒めた野菜やカレーなどで、ジャガイモ、カリフラワー、ニガウリなどがよく使われる。時に別に、肉料理などもつくこともあるが、一般家庭では稀であり、週に一度くらいしか食べない。おかずがない場合は、ダルとバートだけの組み合わせになることもある。最低ダルとバートだけは入るため、ダルバートと呼ばれ、名の由来ともなっている。サーグは、青菜の炒め物、以上のものに、 アツアールと呼ばれる辛口の漬物、薬味がつくのが一般的である。アツアールには大根やジャガイモなどがよく使われ、乾燥させたグリーンピース、ティンブール、焦がしたフェヌグリークなどの風味が入り混じる。食事全体としては大変に栄養のバランスが取れている。スパイスカトマンズカメル地区のレストラン。ほとんどのネパールのレストランではダルバートが食べられる。ネパールではダルバートは どこのレストランでも食べられるおかずである。タルカリには、スパイスが使われ、日本で言うカレーにあたるが、肉は滅多に使われず、野菜が中心である。ジャガイモ、タケノコなどもよく使われる。いかにタルカリに使われる代表的なスパイスをあげるが、中でもよく使われるのは、ベサール、ラッスン、モリジ、アドア、クルサギなどである。料理に便利な、様々なスパイスを、 あらかじめ調合したミックスマサラもあり、ガラムマサラなどがその代表的なもの、その他カレーパウダー、チキンマサラ、野菜マサラなどもネパールの食料品店やスーパーでは市販されている。それぞれの家庭やレストランによって味付けや使われる素材は微妙に異なるが、ネパールの現地人向けの食堂やレストランでの平均的な価格は日本円にして50から200円くらいである。 食器には普通、金属製のものが使われ、一枚の皿にスープなどは別の器と共に盛られることが多い。本来の食べ方は、プレート状の各カレー惣菜を好みの量に分けてライスに盛ったり、最初からカレーすべてをライスにかけるなど好みの方法で食する。あとは、右手人差し指と薬指で中指を挟むようにして溝を作り、そこに 右手指で適当に好みで混ぜ合わせた、やや一区分をすくい取り、プレート上で食べやすい分量に形成して、親指で口に押し込む。レストランや食堂などで、ダルバートを食べる際に、料理がなくなるとお代わりを持ってくるなどしてくれる場合が、あるが、満腹になった時は、不漁といえば、止めてくれる。ABCDEFG、地球の歩き方、ネパール D2Q2007 から2008版。 AB ネパール料理教室特定、非営利活動法人ヒマラヤ保全協会、ありがとうございます。